これまで二次方程式の文章題、二次方程式の利用っていうのを見てきました。ここからは方程式じゃなく、普通に二次式の利用っていうのを見ていきたいと思います。何言っているかようわからんっていうふうに思うかもしれんけど、こういう問題の中でま二次式が出てくるんやね。これとか、あと、まあここにも出てきます。この二次式を使ってま問題に答えていきましょうってことです。ま一度これ読んでみましょう。 n 角形の対角線は全部で二分の n 括弧 n 引く三本引くことができる。以下の問いに答えなさい。一番、六角形の対角線は全部で何本あるかと。これは意味わかるかな n 角形の対角線は全部で二分の n 括弧 n 引く三本引けるっていうのは、ま、公式みたいなもんやね。この n、例えば四角形やったら、四角形の対角線は全部で二分の,公式なもです、ね、の四カ これはでこの2次式を使って六角形の対角線やったらどうなりますかっていうのが一番の問題ねつまり今六角形の時は n=6 なのでここに6を代入していきますよとそうすると2分の6かっこ6-3やね これを計算するとどうなるかっていうと、さっきちょっと約分をしちゃうか。1で3です。ここは3で6引く3で、ここも3が出てくるから3、3掛け3で9本やね。めっちゃ簡単にこの式を使えば、対角線の本数出せるんです。ほんまかなちょっと確かめてみようか。六角形。まぁどんなんでもいいけど、はっきりしたやつの方がわかりやすいね。こんなにしょうか。そしたら対角線の本数は、 1 2本、二本、三本。えね。で、4本、五本、六本、七本、で、8本、九本。で、ここ全部弾いてる本やね。合ってます。六角形の対角線の本数は九本です。そしたら二番もやってみようか。この公式はどうやら使えそうです。ちゃんと。 対角線が二十本ある多角形は何角形かさっきは何角形かが分かってて代入して計算してんねけど今度は二十本の対角線が二十本の多角形ってどんなんって聞いてきてんねんななので二分のこうしたらいいやね方程式を作ったらいいです n 括弧 n 引く三これを計算したら二十になりましたとこのよういう方程式を作ってあげればオケー。そしたら えっとこれを二次方程式として解いていくとちょっとこれじゃあ今から両辺に二かけようかそうすると n かっこ n 三イコールこっちらにも二かけて四十やねこれを展開すると n の二乗引く三 n 四十こっちら持ってきて引く四十イコールゼロですこれいけそうやねえっとかけてマイナス四十足してマイナス三。八と五やねえっとこっちに書くと n-8n+5 イコール0やな足したらマイナス3かけてマイナス40ね n はって言われたら8とマイナス5やけどこれチェックしなせなあかんで2次方程式の文章題なのでこの n 角形の部分がマイナスになったらおかしいよねマイナス5角形とかもどんな話になるので n は0より大きいので n は8です。つまり答えは八角形になります。ここに書いこうふうに2次式を使って代入をしたりその式から方程式を作ることでいろんな計算をよくする計算っていうのを楽にすることができるんです。